花の皆さんこんにちは、青木なのかです。今回はお泊まりメイクをしていきたいと思います。彼氏とお泊まりする時とか、まあ、友達とお泊まりする時とかあると思うんですけど、すっぴんを見せたくないっていう時はありませんか？私もおじくんとお泊まりする時とか、最初の方とか本当にすっぴんを見せるのが本当に嫌で、めちゃめちゃ抵抗があって、でなんかその時になんか少しでもマシでいたいと思って、すっぴんではないんだけどなんかまあメイクをしてる、少しメイクをしてるみたいな感じで私も最初の方してて、なので私がその時初めの方とかに実際にしてたお泊まりメイクを今回はしていきたいと思います。それではゴー。はい、という感じで今すっぴんになってきました。今ちょっとカラコンはしている状態なんですけど、まあ、メイクは全部落としてきました。というわけで早速お泊まりメイクしていきたいと思います。まずは、化粧水を塗っていきたいと思います。これは毎日メイクでも紹介したと思うんですけど、アクアレーベルの化粧水です。コットンにしっかりなじませて芳醇風に乗せていきます。そしたら次、乳液を、こちらも同じくアクアレーベルの乳液です。やっぱり保湿は大事なのでね、もう最近冬になってもう寒すぎて乾燥がやばいです。そしたらクラブすっぴんクリーム A セルローズの香りフェイスクリーム化粧下地って書いてあります。これを塗ったままでも寝れるらしくて、それを見てこれ買いました。すっぴんクリームすごいですよね。めちゃめちゃいいと思います。これを顔全体にのせて伸ばしていきます。やっぱりすっぴんクリームなので普通のファンデーションとかクリームほどはカバー力はないんですけど、やっぱり塗るのと塗らないのじゃ全然違うのでおすすめです。懐かしい、本当に最初の頃本当にめちゃめちゃピンが見られるのが嫌で、なんかこれを塗ると結構なんか肌も白くなるというか、で小鼻の赤みがすごい気になるんですけど、それもカバーされるというか、はい、という感じで今塗れました。やっぱなんか結構塗るのと塗らないのじゃ変わる気がします。でそしたら次、これもさっきと同じメーカーのものなんですけど、クラブすっぴんパウダー A パステルローズの香り、こちらフェイスパウダー、ここに書いてあるんですけど、つけたまま寝れる洗顔不要のスキンケアパウダー、いやもうめっちゃ、いやありがたいですね、もうこれつけたまま寝れてさらにスキンケアができちゃって、もういや一石二鳥、ありがたい。真っ白なんですけど、これをパウダーにこうつけてから肌にのせていきます。結構顔が白くなる気がします。はい、こんな感じ。結構私あのシミ、そばかすもめちゃめちゃ気にしててカバーされるのでおすすめです。それでこんな感じで肌は完成です。しかもパウダー、フェイスパウダーのせたのでお肌もすべすべなんですよ。なんか結構塗った感じも軽いし、全然このまま寝ても違和感ないというか、めっちゃいいと思います。それで次なんですけど、別に眉毛欲しいじゃないですか。眉毛欲しいのでケイトデザイニングアイブロウ 3D こちらの3色のやつで眉毛を足していきます。本当にこれはさささっと少し足すぐらいです。あんまりがっつり描きすぎるとやっぱりメイクしてるっていう感じがすごい出ちゃうので、こんな感じで眉毛を少し足します。そして次なんですけど、こちらの細い小さい方のチップで2色を使って、ちょっと混ぜて使って涙袋を少し出していきたいと思います。やっぱり涙袋はあった方がぷくってしてちょっと目も大きく見えるし可愛いなって思うので、あった方が笑った時にぷくってできるところの下に影を足すようにして涙袋を少しだけ出していきます。
この時に指でしっかりぼかすことがポイントです。ぼかさないと不自然になっちゃうので、しっかり指でこうぼかします。本当に気持ち程度なんですけど、最後リップ、リップなんですけど、こちらじゃーん、ニベアのリッチケアカラーリップクリーム。こちらはあの薬用リップ、 色付きリップみたいな感じです。薬用リップと色付きリップが一つになったものなんですけど、保湿もしてくれるし色もついてくれるのですごくおすすめです。やっぱり口の色がないと本当にめちゃめちゃ変わるじゃないですか。でめちゃめちゃスピン感も強くなっちゃうし、それが嫌で私はこの色付きリップを塗ってました。なんか他にもピンクとかも色があって、これは赤なんですけど、口にちょっと血色が欲しいのでいつもこれを塗ってました。こんな感じで塗りました。はい、こんな感じです。なんかやっぱケアリップ、ケアリップクリームだから保湿されるし、プルプルの唇にしてくれるので、しかも色もついていいなって思います。お泊りメイクの完成です。はい、という感じで今回はお泊りメイクの紹介でした。なんか本当に私もすっぴんを見せるのが嫌だった時があったの で、今は本当に全然平気で、もうドすっぴんなんですけど、いつももう最初の頃カジ君とお泊りする時はやっぱり嫌だなって時もあって、でその時に実際にやってたメイクなので、すっぴんを見せたくないとかそういう方がいたらぜひちょっと真似してみてください。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。